ア争奪戦のオリーセ、バイエルン電撃移籍へ。マイケル・オリーセがバイエルン・ミュンヘンへの加入を決断した。出典、デイビッド・オーンステイン。オリーセ来るのくさ。オリーセはバイエルンかチェルシー入荷すると並べたら妥当な選択ではあるけど、プレミアで見れなくなるか。オリーセ、これは完全に来る流れの報道、情報統制されすぎてサポーターからしたらびっくりするわ。てか、このオリーセの一斉報道を見るにはリとほぼ決定と見ていいよな。いろいろ言えど来たなら可愛がります。チェルシー、オリーセ撤退か。チェルシーが資金面で撤退とか言ってるけど、オリーセがバイエルン選んだ報道が同時に出てるあたり、普通に断られたけど強がってる説あるよな。チェルシーが撤退したんじゃなくて、オリーセがただ単に断ってバイエルン選んだだけだろ。昨年に続きオリーセに二度拒否されるチェルシー。怪我せず1年通して試合出れたら億超えの素材だろ、オリーセ。右がね、オリーセ、左ムシアラ、テルはサラゴサ、コマンニャブリ抜きで考えても強いな。伊藤の件もあるけど、起きたらオリーセ濃厚とかバイエルンサポビビるやろな。オリーセは怪我しなかったらしい。プレミアより試合日程緩いから怪我少なくなるといいな。ユナイテッドが好きとは何だったのか。